3年半みたいに、ここにいたんじゃ僕はちょっと後手になっちゃうから、だから退治した瞬間から、あ、彼が何か決断して、あ、僕が何か決断して、あ、こいつやっつけたよと来て、来たら必ず中心に来るんですね。だから決断した瞬間に彼が、僕が決断した瞬間に彼がこっちへ近くなっちゃって、あれ意味だって なるように、それが最優先だと思うんですよ。でそれからなんかね、それ安心な位置ね、安心な位置にやってなって、で安心な位置って言うんで書かれちゃう、そういうのが一番いいんじゃないかなって最近思ってます。でいろんな技術、いろんな技術っていうか技術的なことをいろいろやって練習してるんですけど、最優先はそこだから。で技術は下手でも線が外れてりゃ当たらない、転んでこないし、サイドラックとかできるね、それが優先だなと思って、そういうことを念頭に置いて、一番最初、そのベース忘れちゃいけないんで、みんなどん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 技術もうまくやろうっていうふうに、それが最優先だと思い出しながらやるようにしてるんですね。だから、退避したとき、じゃあ、ここからスタート、じゃあどうするって言ったら、彼はいなくなる。で、僕は、あ、いいやって、そういう状況になる。それが一番大事。今日はね、もろ手取りをやろうと思って、もろ手取り、普通もろ手取りはバッてくるとか途中で使って、でバッてやろうと思ったら、なんか彼来た、彼がなんか覚えてきた、それで僕はもろ手を使う、なんかこうやってやろうと思ったんだけど、彼がなんか来た、だからもろ手そろって使う、こういうのが前提だと思うんですよ。で最初から手出して、最初からこうやって、これありえないからですよね。必ずなんかやろうと思ったんだけど、あってこう支えるとか掴むとか、だから途中だったら、途中だったらこう掴んで、なんか来たからこう、それでなんかそういう感じ。初めからこう、最近思ってたのはあったから、私が見せてこういう、もろ手やりましょうって言った。相手の手掴んだって意味ないから、大体こうやってなんか、このとこね、やっつけてやると思って来るわけですから。っていうことね。で、もろ手をやる。で、もろ手ね、片手をなんか掴んできて、なんか僕が動いてきたから、彼は支えて、こう掴む。で、そこをなんか、そこが一番。
段階つけたら、来たら本格ですね。困っちゃう。困っちゃう。あ、そう。だから、まあ、戦術が相手の線路を外して、自由に動く。そして、なんか、そういうのを、だから来たら線を外して、で、自由に動いて、まあ、3回。で、その辺、ちょっと意識して、いろんな、まあ、一番いいのはですね、ではもう、線外して、線外して、線外して、ちょっとその辺ちょっと考えて、考えて、いろいろできるいろいろできる線外して、だから、ちょっと、さばいてから、そういうのちょっとこの辺を自由に使う。じゃあこうという話。その辺優先でちょっと少し自由に。なんか止まるの。例えば返すことが止まります。彼止めてるんだから。止めようとしてる。僕は自由に動きたいんだけど。例えば止まっちゃったら、向こうやろうとしたら止まっちゃった。そしたらこのままやり続けるのは無理なんですよね。で、あ、止まったって早く気づかなきゃいけない。止められちゃったって気づかない。そして変わる。これでバンってなんか、何ついてないわけ。その転換がね、鈍いと、やり続けちゃうことになっちゃう。その止められてることが変わる。あれ、なんか一生懸命やることになっちゃう。で、汗一生懸命してくる。まあ、それはそれきりだけど。ぶつかっちゃったらなんか、ぶつかっちゃったら次は変わらないじゃん。その、ぶつかったって気づく。伝わりました。このままやったらまずいですね。自分が分かってるよ。やりすぎちゃうのができるって。なんか正面でやっちゃったとか。だからそれだけ気づく練習って練習としてたんだ。どういう練習したらいいか分かんないですけど、相手の人が止めるようとしてる。僕は動こうとしてる。自由に動きたい。でもたまたま止まる。止まったね。止まった時にパッとこうなんか変わる。動けるようにしたいわけ。違う。じゃあそういうお互いにそういうことを協力し合いながらじゃないけど、受けの人は彼の手を止めようとしていいわ。ガッと止める。その瞬間にパッと変わる。そうそう。ね、そういう練習がある。お互いにちょっと協力して、受けの人はこの最初はまあいいや。でもそしたらパッと止める。そうすると固まっちゃう。でそのままやり続けられない。そのままの形ではやり続けられない。ドキュメントよく、サービス部でビュンって、こうなる。こういったら、止めちゃう。止めちゃうように、どうする。で止まったら、彼は、そう。で、変わって。そういう。そのためにちょっと、ビュンってやるでしょう。だけど、なるべく正中線で転換。これ。そうすると、こうだから、こうやってやっちゃうともう僕はどうしようもなくなる。できなくなっちゃう。ここは自由だから、こうやって動かして、ここ外れたら、すぐ動かす。それでここ変わってくれば、ここの前に行きますね。ここはすごい不自由だけど、ここはすごい自由。いつも転換するときも、こうやって転換しちゃうとどうしようもない。僕の手じゃなくなっちゃってるから。だからここはちゃんと普通の前に、だったら、一番便利、特権で、生活の感じだから、こういうなんだって、できちゃって、そういうことで、何しろ、正面にないで、線を外して、そしたら正中線、それで、回ってきて、足位置。正面に正中線今度、まあ、一挙の形がこの線でこの線に僕いますよね。ここじゃこの線とぶつかっちゃうから僕はどういてこっちそしてこうこれだとこの線ぶつかっちゃうから
どこ方法ありますよ。こっちのかこっちの。こっちのこのこの上できないから。だからこっちだからね。こう。でこうなってるから今こっちに。じゃあちょっと一気にやりましょう。この方向が自分のところに来てるの気づいてないんですよね。こう来てるから僕がここでやっちゃったらぶつけちゃうの相手のこの手に。だから動けなくなっちゃってる。だからこの道譲らないと。彼がこっち来てるんだから僕とこ来てるから。だからこの道を譲ってあげないと勝てないの。ここでやってる限りこの手が邪魔して引けないの。だからここでぶつかっちゃってる。だからぶつかったらやめましょうってさっき練習したんだけど、ぶつかったらやめて、やめないとそうそう入れるね。ここでやり続けないよ。みんなここ大体ぶつかってる。こうやってやってこうほらぶつかってるよ。ここでなんだよ。止まってたらいなくなって、それからこっち、それ大事だ。もしこれいなくなってで上から下ね、上からこう来てたらぶつかってるから、ぶつかってるからいなくなる。それからどっちか、このそのままこの、その手が来てる、僕の正面に来てる、このままやったらぶつかっちゃうってこと。この線を外してあげて、それから反応して入って、今上から大体やりましたが、今度下からやってこうなって、はい、ぶつかってからでもいいですね。ぶつかってこうやって、ああ、ぶつかってた、ぶつかってた、やれば、はい、で、いつも手はこっち下から、今上から、今上出し、今度下からこうやって、こう来てから下から、上からスイッチして、いつもこの手がないと、彼は手がないとやられちゃうよっていうふうにやっとかないといけない。だからしょうがなくて手でこれ押さえて、この手で使って押さえて、そういう状態にしておかないと、こいつでも離せますって言っちゃう。なっちゃう。この手を使わざるを得ない状態にして、で離して、離したらこうかってやられちゃう。でそれを下からこう回して、いつもだから両手で支えて、片手では支えられない、 両手持ちだから両手で支えざるを得ないような状態にしておいて、な、それはベストね。なんかしない。じゃあ伝えましょう。こうして、だね、こうした。だから、で、気になる。正解しよう。終わりにして、それからこっち入ってくる。で、気になる。剣のこういう線大事なんです。こう手が横、剣が横向いちゃったり、先がちょっとずれちゃってすごく難しくなっちゃって、例えばこうやるとダメなんですよ。ここにこう刃先がこっちこう来て、で今度横に行かないで、まっすぐこれがここにこう振り、そうするとこう振り、でもこうやっちゃったら引っかかっちゃって難しいわけ。こうやっても難しいよね。だから必ずこの上下の剣先、これすごい大事だから、やるときにいつもこう切り身投げ、こう俺はまあ剣使ってこう来ていいんだけど、何しろこのこれすごい大事ですから、最近もなるべくこの線もちゃんと刃筋考えて、刃筋考えた、例えばこうやって切ってやるときもね、こう来てるからじゃあここ書いてるね、これがこういう風にやったらなんか引っかかって使っちゃってる。だからこれこう来てるから、ここに刃先がこっち来てるの、そういう意識やらないと余計なことかもしれない。じゃあ今度はこう、ね、こう来て上から今度こう来たんですけど、これをこっちこう入ってくる。さっき下から行ったのと混ぜちゃう、混ぜてるの、こう押して、上から今、こう押してね、引っ張ったりね、こう押して、
上から下に少し抜けていきます。ここに行こう、よかった。じゃあ今と同じでこう来たんだけども、この手こうやってくれる1分ですよね。でここで入れ替えてくると3分なの、入れ替わってるだけ3分の手こう前半して上、ここがで真っ直ぐ入った。ここで自分はこっち向いてる、こうなし、これなし、こっち向いてる、おへその前にこれあるだから、ここ持ち替えんこっち向いてるの作業なのね、さすがでもなくただ手の持ち替えがさ、途中あるだけこうやって、いなくなりました、売り上げました、5回目ここで蹴られちゃった、蹴られないこの手が来ちゃうと、この手来ちゃうだから、この手効かせないために自分はこういっぱいいっぱい持ってると、来ない、足も来ない、足蹴れない、蹴れるのかな、蹴れるね蹴れないようになるけどね、蹴られないように上げていくと、で上げて重心を伸ばしてるから、この手がテンションがかかってるから、この手が効かない、当たるかもしれない効かないという状態にしておくと、あ、危ないと政治性の持ち替え、そうするとこう頭の前と下げる、じゃあ3秒でいくと、こうそうするとほら入ってる、これ手持っとくんだよ、わざわざこれがあっちの上でこっちの上こうなって、そしてこれを上からこうこれこう戻ってきて一回やった時一回やった時これ抜けないんですよ、これね、ここだから抜ける、ここだから、これだから抜ける、置いてるだけ、何もこれしてない、こうやってこう来た時に見た、こうなった、でこう、はい、結構戻してから戻ると、ギュ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 、こうやってね、こうやってやっといてからこの手で、この手を取って、取れない人ですよね、結構やられるんですけど、僕なんかもね、もっとこの辺で取れたら楽なのになって思うんだけど、忘れました、じゃあもっと取れましょうか、それで解決しましょう。こういう離れた角度がついてると取れないんですよ、これ、ね、だからなるべくこうこれ外したいんだから、なるべくこの線を合わせて持ってグーッてくしゃうと、これ全然力入ってないんだから、こういう受けるじゃないですか、これが離れてると取れないね、角度がついてればついてるほどっていうのが、近ければ近いほどこれって効いてないって取れない、で体が変わって、ここはあんま動かさない、体だけ変わって、そうすると手が絞れてきて、こうなってね、平焼けって言うとあんまりダメなんでね、手をその前にしといて、こう回ると、よし、この手が絞られてますよね、だからそういう解説。じゃあ今ね、こう今大体1分のこういうこれだったね、そこ手があるんですよ、さっきこの手危ないからね、だからこれ伸ばしたらなきゃいけないな、こう手あるからこう下から持っちゃう、こうなっちゃう、そうするとこうなるよね、正面にいないと全然あるよ、こう来て、あ、こう来て、ここに手あるから、こっちから持つ、こうなっても上からこれ持つ、で、ここはどうしましょう、こっちへ入んない、ずーっと来て、ここで下投げちゃう、こうなって、この手は、まあ、こういうか、こうか、正面に戻す、もう一回、こう来て、ね、こう、この手、この下の手、下の手を上から、下の手は下、上の手は上、で、こう、で、こっちは、で、で、普通はね、この人の手にこう、こう来て、こう来て、こう来てね、こう来て、で、こうなるでしょ、こう持つ、普通は今上を持ってます、こうなる、顔前だ、
こう入っちゃった。あ、もうそう。あら、逃げていった。こっちよ。上から、上の手は上、下の手は下。抜くの。抜いて、でこの手は手離していく。こうなってくる。こうなってくる。ここは絞られてるから。見て、こう。顔がこう、顔の前に絞られてる。で、そのままこう入ってくるだけ。こうなってごらん。ロックされてくるんだ。で、落とすって感じ。そういうのできますか。一挙のやり方。一挙のやり方で、この手、下の手は下の手、上の手は上の手。こういうふうに、こう。で、こう。これ、ちょうど。ロック系。こっちからやってみるんですよ。だけど今はもうちょっと思ってた。こっちからこれでもいい。そうするとこう外れてきてこうなって、じゃあこっからこう跳ねるけど、これ跳ねるわけないよね。首の負担にえっこうなったら、こうなったら自分が正面にいないで、こっち行くに、なるべく後ろに。それで、だから入れる。まっすぐにして。みんなこの位置でね、この位置で。姿勢がみんな崩れちゃう。無理じゃない。無理だから、ほら、ここ入れないよ。だから、こうやって、ロックしたら、こう、相手の後ろ。そしたら、この手をこっちで、大きな人に。で、こう。自分がいい位置に行かないと、こう、くぐっていけない。こっちもそう。こっちもこう来てさ、この線入れないんだから。だから自分が出してきたら、ほら、ずっと自分が抜けてきちゃうから。そして、こう。じゃあ、もう時間なんで、こっちやりましょう。じゃあ、こっちをこうやってさ。